YouTube。 はい、もしもし、 KP です。はい、あの監督です。何お前、ちょっとあっちに取られてんね。ちょっとあの話だね。そういえばなんかちょっと前の動画で、うん、なんかあのなんで入ったのかわかんないですけど、あの最初にオープニング流れるじゃないですか、うん、オープニング流れた瞬間にチーンって言った。あれさ、あれでも俺面白かったちょっとなんかね、面白いってね。なんか急になんか死んだのかなと思って。そう、俺も見て、あれ俺、あれ空耳かなと思って何回かこう、聞き直して、あれ入ってるみたいな。コメントに書いてあったもんね。そう、急にチーンって入ってきて面白かったみたいな、うん、ね。何が面白いんだ。喋んねえの。最近どう？チャーシュー食ってる。どうも、監督です。今日どこ来たの？群馬県前橋市大室公園です。細かく言っちゃうんだ。今日何？今日はこうオールジャンルなん、あ、でもローライダー系なのかな。まあローライダー系なんですね。ローライダーだからねって感じですかね。集まりがあるちゅうことで、朝からね、遠路はるばるやっちゃったって。この車ね、すごくないですか。セフィロワゴンです。セフィロワゴン、はい。当時はいっぱい走ってました。あ、本当ですか。意外と見ていきます。あ、見ていきましょう。そうですね、見ていきましょう。でもん、あー、すごいな、このホイール。このホイール、このホイールちょっとすごくないですか。デザインがってこと。デザインがこれなんだっけ。アンテーラだっけ。なんだっけ。アンテーラなんだっけな。なんかこういうのはやっぱアメリカで流行ってたんですか。これなんだっけな。これアンテーラじゃない。違うね。アンテーラって書いてないよ。なんて書いてある。これわかんない。チャイナチェックみたいな感じ。なんか昔あったんだよ。チャイナチェック。こういうのはアメリカでやっぱ流行ったんですか。昔ね。昔は流行ってたんですか。20年前。あ、へえ。これあれ、これじゃん。これ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 ね、なんだっけな、忘れちゃった。なんとかこのホイール。こんなフェンダーついてるの。それはわからないな。それわからない。フェンダーがついてて。え、これ違くない。これなんですか。インテじゃなくて。あ、これインテグラ。昔のインテグラじゃない。これインテじゃない。なんかプレリュードっぽいっすよ。なんかえ、これ好き。これ今日1位、うん、もう決まった。早くない。早い。あれはでもフェンダーが出てるじゃなくてインに入ってるじゃなくて違うの。インに入ってる。タイヤが入ってるからそうに見えてる。あ、そう見えてるだけ。そういうこと。いや、わかんないけど。それは私もわかりません。あんまりこういうの見ないから、ね、通常のラインがさ、わかんない。ああ、いや違います。あの、こういう種類の車です。種類なんかローライダー。いや、みんなもこういう種類のやつ見ないよ。そうですかね。みんな見ないよ、こういう種類。やっぱ最近あれですからね。監督だってこれあれでしょ。あれコンパス乗ったのもハンドル当たっちゃうでしょ。いや大丈夫じゃないですか。チルトついてますよね。ついてないでしょ。チルトついてるでしょ。まあ、でも監督がコンパクトじゃないからね。まあ確かに、あんまりコンパクトっていう感じじゃないですか。監督はフルサイズでしょ。そうだよ。まあそうですね、フルサイズ US US 50インチ50インチ。他も行ってみようか。ああ、そうですね。くっそ、前の感じかっこよくない。え、どうですか。あ、前の子だよ。大ちゃん、アメリカっぽいじゃん。これね、まあ愛車紹介さ、これすごいっすよね。これかっけー、すごいよ。これはやべえ。腹筋ね。6一の腹筋。群馬多いですね。群馬意外といるんですよ。まあ、もともと車県なのもありますからね。まあ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 ね。隠れたさ。ね。そういうあの車がいるんですよ。でも意外とね、ローライダーとかローコン人口多い。なんかシンプルな青の車ってあんまいなくないですか、意外と。かっこいいよな。青。もう待って、あれでしょ、見たことない。え、撮らせてもらうでしょ。これも撮らせてもらいます、最初紹介。え、6-1ね。あー、6-1率高いね。高いっすよね。そこにも6-1量だ。今でもブロームもいないからね。そうっすね。いいと思いますか。あれもそうぐらいですか、キャテラック。あれもね、キャテね。あれ何、デビル。デビルじゃない。デビルだと思う。ちょ、疲れちゃう。これもね、高級ね。ね、高級出てないからね。撮りたいね、ぜひ。かっこいいな。え、なんだこれ。これすごくないですか。これ、まだ今多分今のに売ってるよ。
回。あ、そうなんですか、うん、初めて見ました。いや撮りたい車がいっぱいいるね。しかもこういつもまた見かけないね、車が多いから。そう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 なんですよ。カプリスもいますよ、かわいい色、ね、あとこれね、これえそう、俺好きなんですよ、これ好き、これ好きなんですよ。これどの辺が好き、高い、え、やっぱこのぬるってした感じですかね。お、ほんとほんとほんと、おー、だいぶすごいね、こんなただの公園にこんなに集まるんですから。すごいね、うん、そうだね日本企画外ですから、この車、この日本企画外ですね、この車すごいね。サンボのディーリーやデューリーカキピー車してるんですけど久しぶりにと思った。あれでもなんか今日あれっすよね、宮城でもなんか宮城トラックマスターなんかやってるんですよね。トラックマスター酒の主ですって言った方がいい。カメラ行かない、かっこよくないですか。あのあれですよ、ヤシの木のある素敵なお家の方ですよ。おー、はいはい、ルート66。いやいや、よろしくお願いします。今度あれだ、伊勢崎の監督って呼んでください。伊勢崎の監督自宅紹介。あ、そうだね、今度梅ピオ訪問しようよ。すごい、住所とかも載っちゃいますけど大丈夫ですか。バーベキューやろ、バーベキューやろ、バーベキューやろ、すごい映えるんや。あ、本当ですか。一体バーベキューしよう、バーベキューいいっすね、バーベキューしよう。一体家だけど来てください、ぜひぜひぜひ。シャックンいるし、シャックンいるし、隠れシャックンいるしね。あのね、群馬ちゃんシャックン生存してるのうちだけだから。あ、本当に。そう、なんかシャックンいいね。あのね、あの、なんて言えばいいんだろう、グラフィティって言うかね、グラフィティで書いてもらった群馬ちゃん、群馬ちゃんってわかるでしょ。わかんないです、わかんない。千葉くん、千葉くんみたいな群馬ちゃんっていう、まあ、お馬さん、お馬さん、オレンジ色っぽいお馬さんがね。そうなんですね。あ、そう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 、これが書かれてるの、梅ピオタクに。群馬ちゃんって言うんですか。これは群馬ちゃんではないけど、群馬ちゃんでもない、群馬ちゃんもチェックの、監督っぽいじゃん、監督っぽい、監督ちゃんじゃないの、監督ちゃん。まあでも、いずれね、多分監督ちゃん、ベイブちゃんだから、そのうちでもそういうキャラクターが俺にはできるんじゃないかと思ってます。すげえ自信過剰だなあんなやつ、ケゾジ公園急流滑り、バトディ、バトディ AKA ビッグベイビー。これかっこよくないですか。かっこいいけどさ、どこも行けないよね。確かにね、そうっすね。何のために作ったんですか。やっぱでっかい車はかっこいいんだけどね、日本で動くのが大変だよね。デルソル久しぶりに見た、デルソル。でもちょこちょこいるんですけどね、デルソル。デルソルね、デリヒル、CRX デリヒルね。あのさ、デルソルのさ、オープンの開き方がかっこいいんだよ、うん、かっこいいですね、うんうん、あれかっこいいよね、すごい。だからみんなあの JAF のね、あれバペ持ってますよね、やっぱり。それ JTM じゃね。え、え、あ、監督これ好きでしょ。あ、でもこれはフォーク、鉄仮面ですよね。好きでしょ、あれそう、これ好きなんですけど、僕はあっちの顔より前期の顔っていうか、あの相手の方、そう、あのが好きなんですよね。どうですか、ゆいさん、ん、一番好きな車はどれですか。あー、でもね、あっちのね、あのミントっぽいカプリス良かったなって。カプリスか、うん、あー、なるほどね。ということで、まあ、一通り会場回りましたけども、会場なのか駐車場、公園、そう、公園の駐車場、よだれ出ちゃって駐車場内。まあでも良かったね、天気良くなって。いや、本当に台風だったんでね、雨なんじゃねって思ってたから。あと、あの、後ろの、そのロードスターあるんですよ、あれとかもやっぱ US ってあるんですか。ミレーニア、ミレーニアじゃん、ミレーニア、あの、あれだよ、名前が忘れてた、ミヤタ。あー、そっか、あんまり US 見ないっすよね、ロードスターって。やってる人があんまりいない、うん、今見るのはいるよ。どっちかっていうとね、なんかこう US カスタムというよりはやっぱね、走りというかスポーツの方が多いからね。なるほどな、そうそうそう、かっこいいと思うんだけどな。作ったらね、だいぶかっこよさそうですけど、ね、何で作ろうよ。そうっすね、ロードスターちょっとかっこいいっすね。え、屋根ないや、屋根ないっすよ。ホロ切っちゃう、ホロ切っちゃうっすよ、意味ないじゃないですか。ホロ意味ないじゃないですか。スムージングやっぱオープンカーはいつも負けるもんだよ。あ、まあ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 、なるほどね、まあ、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。ニワ TV も見てあげてね、はい、たまーに上がってます。最近毎日上がってるんで。毎日上がってるっけ。よろしくお願いします、うん、1週間に5回ぐらいそうだね、ちょっとたまに絶妙にサボられてる時がある。絶妙にね、サボられてる時あるんでね。そうそうそう、はい。
はい、まあ、ぜひご覧くださいませ。ということでスペースバイビー。なんやねん。